お世話になってます。ハイエース太郎です。今回はハイエースのエンジンですね。このディーゼルなのかガソリンなのかどっちがいいのかという点について述べていきたいなと思います。ハイエースの燃料はやはりガソリンかディーゼルかで悩まれている方もすごく多いのかなと思います。自分がそうでして1ヶ月から2ヶ月悩んだ記憶がありますね。主な違いについてシンプルに解説していきたいなと思います。結論から申し上げますと、使用用途をしっかり考えた上で購入するのが望ましいかなと思います。これは自分自身ディーゼルを購入したので、ディーゼル一択だと言いたいところではあったんですけれども、調べれば調べるほど、やはりこの使用用途というのを考えて購入しなければ、後々リスクが出てくるかなというふうに思いましたので、ちょっと図を使って細かく解説していきたいなと思います。で、まずこちらをご覧いただきたいのですが、標準ボディ、肉での比較となりますスーパー GL のモデルを参考にしています。まず車体価格ですが、ガソリンは330万円に対してディーゼルは380万円と、ここでもうすでに50万円から60万円の差がつくと。音に関してはやはりガソリンモデルはかなり静かですが、ディーゼルは正直うるさいです。ちなみに私の方はクリーンディーゼルではないモデルなんですが、このような音ですね。聞いていただいて分かったように、ディーゼル音かなりうるさいですよね。今のクリーンディーゼルは多少今のものよりも抑えられているというふうに言われていますが、エコカーや自動的にエンジンが停止するモデルなどに乗っている方に対しては、多少このディーゼル音っていうのはアレルギーが出る可能性が高いかなと思います。私のように小さい時からこのディーゼルエンジン音を聞きながら育ったという方に対してはそこまで問題ないんですけれども、静音性というところを意識する方にとってはこの音というのは非常に重要になってくるかなと感じました。次に燃費についてです。カタログ上のスペックではガソリン1リットルに対して 10.7 キロ、ディーゼルは1リットルに対して 13.8 キロと、ここで 3.1 キロの差が出てきますので、燃費はやはりディーゼルが優勢ですね。エンジンに関しては 2000cc に対してディーゼルが 2800cc と大きいエンジンを積んでます。最大トルクなんですが、これ右の数値が回転数に対して左がその最大トルクとなってます。ガソリンが4000回転に対して182の最大トルクが出るということで、ディーゼルは1000回転から3400回転で300のトルクが出ると、ここでかなり差が出てきますよね。やはりこう山道だったりとか雪山、物を多く乗せたりとかするっていうに対してはこのトルクっていうのがかなり重要になってきますので、そういったところはディーゼルがかなり強みがあるかなと思います。次に耐久性についてです。これはもうガソリン車、ディーゼル車ともに耐久性は高いかなと思っていまして、ディーゼル車はやはり60万キロ、70万キロとかね、もう毎年3万キロペースで20年乗るんだという方にとってはもうディーゼル一択なのかなと思うんですけれども、まあ、今20万キロ、30万キロザラにガソリン車で走っている車もありますので、今のトヨタのハイエースというところを見ると、ガソリン車でも1万キロ年に乗る方とかであれば優に20年ぐらい乗れますから、そういった面でも耐久性に関してはガソリン車も高いと評価しています。次にリセールについてですが、ガソリン車、ディーゼル車ともにリセールバリューは非常にいいのかなと思います。というのもガソリン車は先ほども言ったように耐久性がかなり高くなってきてまして、5万キロ、10万キロ乗るというふうに考えたらリセールのことはそこまでね気にしなくてもいいのかなと思うぐらい値段は今ね高くつくというふうに言われています。でディーゼル車に関しては、まあ、30万キロ、40万キロ乗り潰す気持ちでいる方にとってはかなり良くてですね、海外に輸出すれば多少なり値段はつきますので、もう本当にね超ロングドライブで長く乗りたいんだ、乗り潰したいんだという気持ちがある方はディーゼル車の方が、まあ、これ優勢なのかなと感じました。次に維持費に関しましてはいろいろ考えることがありまして、燃費は年間1万キロ走るのに対してディーゼル車はガソリン車に対して、約3万円安い計算になります。ただしオイル交換はディーゼル車が多めで、さらにはアドブルーという尿素を5000キロに1回ほどクリーンディーゼルでは入れなきゃいけなくてですね、これが1回につき5、6000円かかってしまうような計算になります。
ですから10万キロ以上でようやくこのディーゼル車でありがたみが出てくるような計算ですね。さらにはローンなどを組んで購入されている方は金利が上乗せされますから、そういった方であれば15万キロ20万キロぐらい乗らなければこのディーゼル車のありがたみはちょっと出てこないかなというような印象ですね。まとめに移りたいと思います。初期費用をがっちり抑えたい方、これはガソリン車一択になります。また静かな環境で運転したい方もガソリン車一択ですよね。力強い走り、例えば山道を走ったりですとか、後ろに重たい荷物を乗せる方、大人数で乗る方は馬力やトルクが必要となりますので、ディーゼル車を選ぶのがいいかなと思います。ロングドライブといっても超ロングドライブですね。30万キロ40万キロ当たり前に走るよと、もう乗りつぶす気持ちでいるんだという方はディーゼル車に軍配が上がるかなと思います。これが非常に最後重要なんですけれども、リセールや多少の耐久性は考えなくてもいいのかなと思っていまして、今のガソリン車は5万キロ10万キロ当たり前で走りますし、そういった車でもリセールはつきますから、この以上4点をしっかり考慮して自分がどれに当てはまるかというのを、考えながら購入するのが望ましいかなと感じました。以上、今回の動画は、これで最後になります。今後もハイエースに、まつわる話であったりとかカスタム動画どんどん上げていきますので、ぜひチャンネル登録してご視聴いただければなと思います。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。